ベンジャミン・トーマス・デービスは、ウェールズニースポート・タルボット出身のサッカー選手。ウェールズ代表。トッテナム・ホットスパー所属。ポジションは DF。2000年からスウォンジーシティの下部組織でプレーしていたが、2001年に父親の仕事の影響でデンマークのビボーへ引っ越すと同時にビボー FF へ移籍。2004年に家族全員でウェールズへ戻ってきたため、再度スウォンジーシティの下部組織へ加入した。2012年にスウォンジーシティのトップチームに昇格。2012から13シーズンには、プロ1年目ながらも安定感のあるプレーで左 SB でのレギュラーを獲得し37試合に出場した。2014年7月23日、チームメイトのミシェル・フォルムと共にギルフィッシュ・グルズソンとのトレードでトッテナム・ホットスパーへ移籍。トッテナムではレギュラーではないものの貴重な戦力として2017年3月、トッテナムとの契約を2022年まで延長した。2016から17シーズン、ローズの長期離脱もあり、後半戦はスタメンを確保、守備で安定したプレーを見せ、トッテナムのリーグ2位確保に貢献した。2017年5月21日、プレミアリーグ最終節春戦では、トッテナムでのプレミアリーグ初ゴールを強烈なシュートで決めた。2017から18シーズンの開幕戦となったニューカッスルとの対戦では、2-0と勝利を決定的なものとするゴールを決めた。9月30日に行われたハダースフィールドタウン FC とのゲームではチームの3点目を決め、勝利に貢献した。2018年2月10日アーセナル FC とのノースロンドンダービーでは、クロスでハリー・ケインの決勝点をアシスト1-0での勝利に貢献した。2018から2019シーズンからは、ダニー・ローズと競う形で出番を与えられ、怪我人が相次いだ12月16日の第17節のバーンリー戦では CB としてマム級の活躍をし、1-0での勝利を助けた。2019から20シーズンは怪我などで序列を落とすが、監督がジョゼ・モーリーニョに交代すると、初戦のウエストハム戦でスタメンに抜擢され、バックラインに吸収される形でのビルドアップ関与と、タイミングの良い攻撃参加で存在感を発揮した。試合後に怪我で戦線離脱するが、26節アストンビラ戦で復帰し、以降も左 SB のスタメンとして、チームの L 出場権獲得に貢献した。2012年10月に行われたスコットランド戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。